はい、また一冊の本をご紹介いたします。こちらですね、斉藤英治さんという方が書かれた、王様の速読術、一冊30分でも必要な知識は吸収できると、こういう本ですね。斉藤英治さんって速読関係の本をたくさん出しておられる方だと思うんですけれども、まあ割と日々ですね、ビジネス書なんかを大量に読むことが多いものですから、読書法とか速読法なんていう本もですね、結構読んでる方だと思うんですけれども、この本はとても分かりやすいですよね。優れた読書法はみんなそうだと思うんですけど、最初に目的を明確にするというのが書かれています。で、この本は特徴的なのは、もう本を読む時間をですね、その本に割く時間を最初に決めてしまうと。30分なら30分ですね。で、その30分間を、3段階に分けて、求める情報が得られるように、していくと、そういう方式なんですけれどもね、本当は1時間ぐらいかけたいところだけど、今日は時間がないから30分だけやろうとする、あるいは場合によってはもうとにかく5分だけですね、やるべきことに目を向けようという意識で読むと、そういうようなところがですね、特徴として書かれています。だいぶ前に書かれた本ですね、2006年、発行の本ですね。で、なんですけれども、比較的その私の中の読書法として基本的なところをですね、学んだ本の一つです。